わかるでしょ。わかるか。折戸学ぶ感を出してますから。すごい広いな。何だって抽選会。折戸さんそういうのちゃんともらった方が可愛いですよね。すごいおしゃれじゃん。はい、いた。スープラと並べてくれてんだよ。マクソルド。スープラと八六に囲まれて。やめて。ガレージライフ。おじさん結構車の本読むんですか？え、こういうのは読む。もう買ってもいいね。やっぱり2万円ぐらいの本買ったんだ、ポルシェ。買っただけで見てね。こんなに楽しいんだ。ちょっと楽しんでますよ。いや、すごい楽しい。よく見たよ。そう、これ洗車道具、洗車ワックス。ここら辺はね、ちょっとオートワックスな感じのものがある。ガラクサってどこある？うん、これ洗車グッズですからね。これはね、ほんとキングですよ、これ。これほんと吸水力半端ない。意外とホイールの中を洗うブラシがない。一番いいのは100円ショップで売ってる。100円のグラスを洗うブラシ。ロングスプーンだ、これ。でかいの。あー。キャリパーとホイールの味入んない。意外とね、ありそうじゃないですよ、これ。俺作りたいなと思って。プレゼントかもさ、全部、こういう。これいいね。これ表面はペロッと全然できちゃうから、こんなんいらないの。はははホイールの中なんだよ。これリムの内側よ。これも良さそうだね。これ困ったんだよ。パープルマジック、リムの内側は。大事なのは、キャリパーとホイールの間にちゃんと入るかな。これね、惜しいよね。これもうちょっと長ければ、すげえ使い勝手いいと思うんだけどな。ここにジーオンありますよ、ジーオン。これがジーオン。ジーオン。ジーオン。これのね、内窓クリーナーがあるの、これかな。違うか、内窓クリーナーが一番最強なんだけど、内窓をこうね、ちょっと白くなんだけど、これこうすると、すげえ綺麗になる。これ塩らした。塩ちゃん、こんだけなんだよ。うん、こっちもですね。これはね、これね、昔からこれ、これ、ワックスやコーティングを落とさないシアラスターシャンプー、これはね、昔からこれ使ってます。あ、これがね、これが最近すごい人気だった、あの、鉄粉取り。これだ。ツルツルボディ。鉄粉テラテラ。これがね、昔よりもすごい使いやすいんだって。ワックスないの、ワックス。もう一回固形ワックスを流行らそうって言ってんだよ。こんなゆっくり洗車コーナー見たの初めてかもしれない。すごい陳列されてて分かりやすい。折戸さんの初めてがいっぱいあってびっくりですよ、ね。ループね、パワーショット。で、真ん中、真ん中にスターバックスね。オートバックスの中にオートバックスはないからね。そう、でこっちも完全にもキャンプ用品とかあるんですよ。オートバックスの中にオートバックスがあるスターバックスみたいなオートバックスラテすぎる。オートバックスラテありますか？あのオートバックスがこのゴードンミラーっていうブランドやってるんですよ、うん、キャンプ系なの。そう、めっちゃ安いじゃん。これこういうの欲しいタイプ。これすごい安いじゃん、うん、金額が出てない。出てます出てます出てます。799円、799円。こっちのでかいのでかいのは、1299円。これだってさ、普通5、6点するんですよ。なんかよく作れるんですよ。今日ね、子供向けにね、こういうのもあってね。上行ってみますか。じゃあちょっと上がだからスポーツ品が、はい、大きな声では言えないですけど、ちょっと上に行っちゃったんですよ。こういうことバイトしたい。